これはウルトラ万次郎かぼちゃの雌花だと思いますね。これはこう来て、このバナナの向こう側から伸びてきていますので、そこにウルトラ万次郎かぼちゃを植えて、それから受粉株の方はこちら、このバナナの向こうに植えていますので、これがウルトラ万次郎かぼちゃの雌花、なり花ですね。この辺の形もなんとなくウルトラ万次郎かぼちゃみたいな印象を受けます。まあ、雌花はできてもこの受与える方の受粉株のかぼちゃの雄花は用意はされてきていますが、まだ時間かかりそうな感じですね。まあ、ウルトラ万次郎かぼちゃの雌花はおそらくたくさんつくんでしょうから、最初の何個かは受粉できなくても、そちらの上の方に見えている雄花がやや遅れて開花してきて、なおかつウルトラ万次郎かぼちゃの雌花がどんどんできてくれば交配できると思うんですね。同時に植え付けたんですが、ウルトラ万次郎かぼちゃの雌花の方が先につくみたいですね。まあ、これからどんどんこのハウスのフレームをそれぞれが張っていってくれて、まあ縦横無尽とは言いませんが、なるべくあちこち張っていってくれて、まあ交配してくれて実がついてくれると嬉しいんですがね。もう一セットあとは反対側の方に、西側の方に仕掛けたんですが、こっちですね。これは、これここに見えるのがウルトラ万次郎の雌花ですね。これが黄色く花咲いてくると思います。これはこう来て、あの辺りからこのバナナの葉っぱの下の方から来てるんですね。受粉樹の方はこちら、少し1メートルぐらい離れたところに植え付けて、これですね、ここに来てますね。こちらも雄花の方が遅れそうですね。まあ最初は噛み合わなくてもしょうがないでしょう。まあ後から噛み合ってくれればですね、最初うまく噛み合わない夫婦が後からうまいこと噛み合って子だくさんになる場合ってありますからねまあこれからそれぞれの花が咲くのが楽しみなかぼちゃですね。まあ、雨が全然降ってないので、この辺は天気予報
とかオンラインニュースでは西日本から東北にかけて大雨の恐れどうのこうのって出るんですが、この辺りはさっぱりほんないんですね。まあみんな梅農家ばっかしですから、梅干しのためにはいいんですがね。まあ今晩深夜からちょっとの雨が予想されているので、こう曇ってきていますので、家内なんかはまあ天日干しですから、ビニールをかけに行ったみたいですが、まあ梅干しには雨は梅干しが終わった後降ってくれればいいんでしょうが、私としてはバナナなどのためにもうちょっと時々でいいから、1時間でもいいからザーッと降ってくれればなと思うんですがね、しょうがないからこうやってホースの届くところまで水を流してるんですがね、まあこういうことではなかなか追いつかないんですけどもね。ホースで株元に水供給するのと、天から上からだいたいまっすぐに降ってきて土を潤して中に染み込んでいくというのでは全然違うんですね。こういう株元に水をやるだけでは葉っぱが濡れませんし、雨がザーッと降ってくれればもう植物全体がですね、葉っぱで雨を受け落とすわけですね。まあ人間がする山水と雨、天水ではいろいろな意味で違ってるんですね。高いところから空気中のいろいろな生気、プラ、ヨーガでいうプラーナですね、生気エネルギーを雨粒に含ませて落っこちてきて植物の葉っぱに当たるのと、たとえ葉面散布できるような環境であってもそれは雨じゃないですからね。地下水とか水道水とか、まあため池の水を引いたりとか、そんなことですよね。そういう意味で一雨来るとみるみる元気になるというのは、雨は天から植物に有用なエネルギーを引き連れて降りてきてくれるということですね。まあ天水の恵みは人間の灌水作業の何倍も何十倍も何百倍も植物にとっては効果があるわけですね。まあこれだけ降らないと、降ってくれなくてもいい時になんか雨が続きそうな嫌な感じもしますがね。まあこれも自然というあなた任せですからしょうがないですね。